グラドル星名美月お年玉に悩む H カップ女子高生グラドル星名美月18が4日都内で DVD 花水インコミュニケーションズの発売記念イベントを行ったこのイベントが仕事始めとなる星名はタイトなビキニで鏡持ち父を強調初詣に訪れたファンの目を楽しませたこれまで 妹役を演じることが多かったが、新作では、初のツンデレに挑戦しており、同い年の幼馴染に、問題を教えているときはツンツン、幼馴染の前で、水着になるところではデレデレしていますと、PR。作品では、黒の下着風衣装で、大人の色気を見せているが、実生活でも、今春、高校を、卒業と大人への階段を上っている。 今年のお年玉は、まだ6000円弱と少々少なめ。今後、親戚の家を回る予定というが、親戚の家に行くと申し訳ない気になる。今って景気悪いじゃないですか。だからもらっていいのか、悪いのか。大人の配慮は、すでに身につけているようだ。